大仙寺大仙寺演技は、法規国亜入り軍大仙寺の演技もので、鎌倉時代末期の演技書と、室町時代前期の演技絵巻を指す。成立は、小中二年元徳元年の間で講述する演技絵巻に先行して成立した。作者は不詳だが、演技内に大仙寺注文員よりの記述が見られることから、注文員の関係者である可能性が高い。写本の筆写時期は、 幕末と考えられており、原本は、ホラー・アキラインに言葉書きのみ伝えられている。大戦信仰に関する貴重な資料の一つで、上二21話、下二22話の全43話の説話が収録されている。成立は、欧英5年、作者は前部前入道、両話で、全10巻で構成されている。原本は大正7年に、旧国法に指定されたが、昭和3年、 大戦寺の火災で消失した。現在、東京国立博物館、東京大学資料編纂所などが、模写本を所蔵している。絵の荒さから、地方絵師の制作が指摘されているが、民族学、宗教史研究の上で貴重な資料として高い評価を得ており、牛耕の様子が描かれている田植え図、総平合奏などの場面が広く知られている。近年、 デジタル処理によって復元がなされた。ありがとうございます。